こんにちは、牧野です。今回は症例解説シリーズとして眼瞼下垂症手術についてお話したいと思います。それでは説明していきたいと思います。私の、ブログが、ライブドアブログの、美容形成外科医ドクター牧野のブログというのをやっています。このブログをパソコンで開きますと右のところに、タグクラウドと書いてあるところがありますので、ここの眼瞼下垂症手術というのをクリックします。クリックすると、眼瞼下垂症手術を受けたモニター様のお写真が出てきます。で、最初はですね、この方は60代の女性で、まぶたの重たさを自覚され眼瞼下垂症手術を行いました。で、手術前ですね、こういうふうにまぶたが、厚くて、奥二重ですね、で眉毛が上がっていて、黒目のですね、ここ中心のところから、まぶたまでですね、1、2ミリしか離れていませんので、臨床的にはもう眼瞼下垂の症状はあると思います。頭痛、肩こりですね、そういったものがあると思います。で、まずこの方は、眼瞼下垂症手術を行っております。これが、2枚目のお写真がですね、術後3ヶ月になります。黒目のこう見え方がですね、明らかにこう大きくなってるっていうのは分かると思います。で、目の開きが良くなるとまぶたが奥にクッと引き込まれますので、見かけ上の二重が狭くなります。奥二重になります。で、眉毛が気持ちいいこうちょっと下がってくるんですけども、実はこの思ったほど下がってないのはですね、この方はそのまぶたの皮膚がかぶさってまつ毛にかかってきてます。こうなると、これ以上まぶたが下がってしまうと視野が狭くなってしまいますので、眉毛がここの部分、この状態でストップしています。本当なら眉毛の力をもっと抜きたいんですけども、こういうふうにちょっと奥二重の状態になってしまうとこれ以上は下がってこないです。で、実際見ると、手術前とですね、二重の幅というのはそんなに大きく変わってませんし、実際にここで皮膚切除も行ってますので、それでもやっぱりこの皮膚がかぶさってきたということですね。次のステップでは、その余ったこの皮膚を取り除くですね、尾毛下切開と、あとは目の下のこのクマが気になってらっしゃったので、皮膚のちょっとたるみもあったんですけども、自然な仕上がりを希望されて、下眼瞼経血膜ハムラ法、通称裏ハムラを行ってます。で、これが、皮膚のたるみを取って、で、下まぶたのクマの治療をした、術後3ヶ月になります。で、見てみますと、眉毛が一気に下がってきて、眉毛とまつ毛の間の距離が狭くなっているのが分かります。で、眉下切開の時にですね、ここの部分の、脂肪も一緒に取ってますので、眉毛の外側のこの膨らみですねも改善しています。で、まつ毛の付け根がしっかり見えるようになって、このまつ毛がですね、ちょっと上に向くようになって目がパチッとした印象になっています。で、傷跡はそんなに目立たない。尾毛下切開をするとですね、傷跡がこう眉毛の下にきますので、こういうふうにメイクでしていただくと隠すことができます。女性の場合はですね、最近はアートメイクといって、そのタトゥーで眉毛を作る方も増えてきてますので、そのアートメイクで傷跡を隠すというのもいい方法だと思います。男性の場合はそういったメイクとかはできませんので、ある程度その眉毛が濃い方が手術適用になると思います。次はですね、20代の女性で、もともとこの方は一重で、手術歴はなかったんですけども、こういうふうに目がちょっとこう落ちて目が小さい状態だったんですね。目を大きくしたいということで、二重の手術を希望されたんですけども、よく見るとですね、これ眼瞼下垂なんですね。まつ毛がここまで下がってきてると。単なる一重であればですね、まつ毛はこう下がってこずに、目は小さいんですけども、二重のですね、シミュレーション、金属の棒をこう当てて二重のシミュレーションをするんですけども、二重のシミュレーションをしても目が開いてないということが分かったので、この方は眼瞼下垂
20代なのでおそらく先天性なのかなという感じがします。先天性眼瞼下垂の方でもですね、ちょっと見逃されて、成人になっちゃう方もいますので、20代でこういうふうに上がってないケースは、先天性の方も結構いらっしゃいます。でこの方はですね、切開の二重をしたくないというご希望だったので、まずはですね、まぶたの裏側を当院でやっている経血膜の眼瞼下垂というのがありまして、それをやってるんですけども、それを やって術後11日目ですね、明らかにその何となくこう目がこう開いてる感じがしますよね、手術前と比べると。ただこの状態だけだと、皮膚がかぶさって実際目が大きく開いてるんですけども、見かけ上の目の開きは悪くなってます。これが通常の一重の方の目が小さいパターンですね。ここに持っていってあげて、で次に二重をすると、そうすると、本来、その眼瞼下垂症手術によって開きが良くなった目がちゃんと目が大きくなると、皮膚のかぶさりが取れて、ここにまつげの付け根が見えるようになってですね、それで目の開きはこれでやっと良くなるということで、この方は皮膚を切りたくないというご希望だったので、2回のステップに分けて治療を行っています。このまぶたの裏側の眼瞼下垂をして二重の手術を分けてやるパターンはですね、メリットとしてはご希望の二重の幅を作ることができます。で眼瞼下垂症手術は同時に二重を作ってしまうとですね、どこまでその人が目の開きが良くなるか、術後にどれだけ眉毛が下がってくるかっていうのが予測できないので、二重の幅をですね、見かけ上の二重の幅をこれぐらいにしたいというのはお約束がなかなか難しいっていうのがあります。ただこういうふうに2回に分けてやるパターンだと、ご希望の二重というのが実際にその金属の棒を当てて鏡を見てもらって二重の幅を決めれるので、非常に美容的な満足度が高くなります。ただこの方法は通院が何回か必要になりますので、遠方の方はなかなか難しいかなと思います。でこの方は20代女性の方で、退院でこう二重の手術を受けたんですけども、まぶたが重たいと、こういうふうにちょっと、最近では言われているこのハム目ってやつですね、このラインを作った下のところの皮膚がポヨンと飛び出している、これはですね、やっぱり不自然な二重なんですね。天然の二重の方っていうのは、こういった二重の下にこういったたるみが生じませんので、これはちょっといかにも糸で作った、もしくはアイプチで作った二重っていうのはこういうふうになりがちです。こうならないためには二重のラインを低い位置、もう少しまつげに近い位置で作るか、切開法で二重を作る必要があります。でこの方は軽度の眼瞼下垂があったんですね。なので眼瞼下垂症手術をしましょうというふうに提案をして、術後6ヶ月ですね、ハム目が完全に消えてはいませんけども、治療前よりはだいぶ改善をしていて、目の開きが明らかに良くなっています。黒目のところがよく見えてます。で眉毛が、治療前よりも若干下がっているのが分かります。でこの方は20代女性で、目を大きくしたいということで、目を大きくする方法としては上、目頭、目尻、下ですね。で上の手術が眼瞼下垂症手術になります。で、こういった目の丸い方はですね、上方向だけ広げちゃうと、縦長のちょっと、可愛らしい目にはなるんですけども、ちょっとなんか不自然な目になってしまいますので、横方向にもちょっと広げてあげた方がいいですね。なのでこの方は目尻切開と眼瞼下垂症手術を行っています。でこれが、術後1ヶ月ですね。まだ傷はちょっとほんのり赤いですけども、まだちょっと術後1ヶ月はダウンタイム中なんですけども、今後、もっと自然になっていくと思います。この方は、30代の女性で二重埋没法の希望があります。で目を大きくしたいという希望で来られました。で、この方はですね、見るとまつげ見えちゃってるんですよね。まつげ見えていて、これだけ黒目が見えてないということは、もう中等度以上のですね、眼瞼下垂症というふうに言えます。なのでまずこの眼瞼下垂の手術をしないといけないんですけども、二重がですね、そんなに広くないんですね。なのでこの二重のラインで眼瞼下垂手術をすると、もう明らかに奥二重になっちゃいますので、二重のラインを広げてあげないといけます。幸い埋没法なので、
まあ、上のラインで新しく切開法でラインを作ったとしても、まあ、裏側から糸を抜けばですね、あのラインを消すことができますので、まあ、あのライン変更を行っています。で、眼瞼下垂症手術をした後にやっぱりちょっとこう皮膚のたるみさらに取りたいなということで、この方はですね、眼瞼下垂症手術の二重切開プラス少し時間を空けて、まあ、3ヶ月以上空けてですね、眉下切開も行っています。眉下切開の傷がここで、二重切開の傷がここですね。これ同時にするとこの間の皮膚がものすごく腫れて、腫れがなかなか引かなくなってしまいますので、同時に手術するのはお勧めしません。術後3ヶ月ですね、まあ、しっかり黒目が見えるようになって、眉毛との距離がだいぶ近くなりましたね。手術前はこう眉毛と、まつ毛の距離がこれぐらいあったんですけども、術後だいぶ狭くなって、まあ、だいぶ目が開きやすくなったなという印象ですね。で、この方は20代女性で、まあ、単位で二重切開を受けたんですけども、目が小さくてですね、左右差があるということを気にされて来院されました。で、目を大きくする方法としては上を上げる眼瞼下垂手術、目尻切開、目頭と、まあ、下ですけども、目頭以外は全部やっています。まあ、左右差を改善させるようにですね、ちょっと右の方をしっかりやったんですけども、今ちょっとまあ骨格的なあの問題か、やっぱり右の方が若干小さいんですけどもね、それでもやっぱ術前よりはだいぶ目がパチッとしたんじゃないかなと思います。眼瞼下垂症手術のリスクは、まぶたの上がりが弱いとか強い左右差というのがあります。まぶたの開きについてはですね、あの元々の、まあ、筋肉の強さだったり、手術中の腫れ、麻酔の影響、あと痛みですね、そういったものの影響で、まあ、手術中ですね、上がりが正確に評価できないことがあります。なので、まあ、手術中は左右揃ってたけども腫れが引いたら右と左でちょっと違うとか、開きが違うとか、あとは腫れが引くとまぶたがちょっと下がったとか、逆に腫れが引いたらまぶた開きが強くなったとかですね、そういったことが起こり得ます。なのでこれがちょっと、まあ、最新の注意を払って調整はしますけども、こういったことが生じる可能性があります。あと二重幅というのがですね、好みの二重幅というのはあると思うんですけども、目の開きはどこまで強くなるかというのが手術中に正確に評価できませんので、あの目の開きが良くなればですね、一般的に見かけ上の二重は狭くなります。逆に想定よりも目の開きが上がらなかった場合、目の開きが改善されなかった場合というのは二重が広く見えてしまいます。なので、まあ、このあたりが予測しづらいことになります。あとまた術後ですね、眉毛も下がってきます。で、眉毛が下がってくると皮膚がかぶさって二重がまた狭くなってしまいます。で、術後にですね、もしかぶさりが強くなって、二重が理想の二重よりも狭いということであれば、追加で皮膚を取ることによって見かけ上の二重を広くすることはできます。で、この逆にですね、広くしすぎた二重を狭くするためには、中にはですね、皮膚を取りすぎて二重が広く見えてしまっているケースがあります。また二重幅を高く設定しすぎて広く見えるパターンがあります。皮膚を取った皮膚は戻すことはできませんし、切開法で高い位置で切った二重をまたこれ狭くするのも結構大変なことになってしまいます。なので、まあ、私はどちらかというとですね、目標の二重幅よりもちょっと狭めで安全な範囲で行っています。で、必要があれば追加で手術をするという方針で行っていますので、ご了承ください。あとはまあ表を切りますので内出血のリスクがあります。で、感染は稀なんですけども、術後の腫れというのは強めの腫れが 1、2週間で、その後薄い腫れが続いて、まあ、3ヶ月から半年で完成ということになります。まあ、痛みはですね、我慢できる程度ですけども、まあ、中には痛み止め飲んでいただいて痛みをコントロールする方もいらっしゃいます。あとは表を切りますので、あの傷跡が生じるので、まあ、体質によっては傷跡が目立つ方もいらっしゃいます。で、ダウンタイムは抜歯までが1週間で、強めの腫れというのは最初の 1、2 週間になりますので、その間大事な予定を入れないようにお願いいたします。で、治療費用は保険で行った場合は
全国一律で3割負担だと約5万円になります。自費の費用は現在の費用はこちらになります。本日お話しした治療法については、私のクリニック牧野美容クリニックのホームページをご覧になってください。概要欄の URL からもご覧になれます。また私のインスタグラムでは、さまざまな美容整形のビフォーアフターなど症例写真も定期的にアップしていますので、覗いてみてください。この動画が良かったという方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また動画に取り上げてほしい内容や質問があれば、お気軽にコメント欄にメッセージください。それではまた次の動画でお会いしましょう。